エミレーツスタジアムは2006年7月22日に開業したアーセナル FC のホームスタジアムである。アーセナルの以前のホームスタジアムはハイベリーだったが、エミレーツスタジアムとの距離はわずか0.5マイル足らずで、最寄り駅も地下鉄ピカデリー線、アーセナル駅のまま変わっていない。なお、UEFA 主催試合の場合は、公式スポンサー以外での広告露出が禁止されているため、 アーセナルスタジアムと呼ばれる。スタジアム正面入り口アーセナル FC のロゴマーク1999年2002年2003年2004年2005年2006年、ピカデリー線アーセナル駅が一番近い駅。試合後は混雑する。他にも、スタジアムまで徒歩圏内の駅がある。チューブが主な交通手段であるため、チューブのストライキが行われると試合が延期になることがある。 主なバス停は、ホロウェイロード、ナッグズヘッド、セブンシスターズロード、ブラックストックロード、ハイベリーコーナー。すべてのバス停にはスタジアムから徒歩後から10分。これらのバスで、北ロンドンやロンドン中心部へ行くことができる。スタジアム周辺には駐車場がほとんどなく、クラブではサポーターに、自家用車での来場を控えるようアドバイスをしている。居住者許可証を持たないドライバーが、 路上に違法駐車した場合は、どのような車でもレッカー車によって強制的に移動させられる。エミレーツ・スタジアム、ハイベリー、2009年までの最大観客数は6161人で、2007年11月3日のマンチェスター・ユナイテッドとの試合であった。ありがとうございます。